はい。ゆったりるです。本日はですね、仮想通貨についてお話をしてみたいと思います。まあ、私も、えー、小額ではございますが、仮想通貨を所有しております。まあ、大きく3つ所有してるわけなんですが、 ビットコイン、イーサリアム、リップルの方を所有しております。他の、まあ、アルトコインって言われる、あまり知名度がないやつもたくさん所有しております。まあ、サイトを通して、アプリを通して、まあ、所有しているわけではございます。まあ、興味のある方は、私の動画の方を、えー、探してみていただければとは思っております。本日は、えー、とリップルあ、えーと、私が所有している通貨で、まあ えー、いくらを予想してるかっていう話をしてみたいと思います。まあ、本日紹介いたしますのは、リップルですね。まあ、国債の通貨、あのー、送金を得意としている通貨でございます。まあ、とにかく、えっ、ー、と、これ、リップルの特徴は、送金のスピードが速い。で、かつ、えー、手数料が安いっていうのが非常に特徴でございます。まあ、そんなのもありまして、まあ、国際通貨、そして、 有名になるんではないかと期待も込めて日本人が所有している人が多いんですがなかなか上がらないっていう有名な通貨でございます、まあ、30円のラインが割れて、えー、27円とかにいるんでしょうか今そのぐらいの価値になっております、まあ、リップルなんですがこれ上がる要因としてどういうふうにすれば上がるかって話になってくるんですが結局国債の、えー、送金のツールとして使うわけでございますまあ日本で送りますってなると日本でリップルを交換する で、リップルを送って、まあアメリカでもいいですが、アメリカで送って、で、アメリカで交換するっていうわけなんで、リップルって今の考えからすると、さっきしましたけど、まず送るためにリップルを買う。で、現金にするためにリップルを売るっていうのな,な,なりますんで、この状態では別に需要と供給って変わらないんですよね。結局、持ってるやつをリップル買って、リップル売るってだけなんで、結局、リップル、 自体は増えもせず減りもしないという状態です。まあ需要も変わらないし供給も変わらない。じゃあリップルって価格上がらないじゃんって話になるわけなんですが、この上がる要因としてなぜが必要かというと金額の問題になってくるわけですよね。結局、1リップルが10円だと10円しか送れないんですけど、これが1リップル1万円になれば1万円送ることができるわけですよ。で、1万円分送るとなると、1リップルが10円だと なんぼだ。千枚必要になります。ってことは、千リップル必要になってことは、それだけリップルの価格、あの、もう所有する必要性があるってわけです。で、リップルの場合は発行されている枚数が限られておりますので、それだけリップルの買わなきゃいけないんで、当然価格が上がる。どうでしょうか。ちょっとは納得していただけますかね。結局、えー、リップルを送金する場合は、 リップル買ってリップル売るわけですから別に増えもしないか減りもしないんですけど問題はこの中の金額リップルの,あの送金する金額を上げるためにはリップルをたくさん安い場合はリップルをたくさん買わなきゃいけないんで結局枚数がいるってわけですよねとなると価格は当然上がってくるはずってっていうのが予測することができますだけど結局送った後に売るんで 送金としては問題ないわけですよ。ということは、えー、と、価格が上がってくれば、送金をたくさんしたいなと思えば、リップルの価格、リップルのをたくさん所有しなければいけない。ということは、リップルをたくさん所有するから価格が上がってくるっていうふうに言われています。つまり、リップルの上がる方法としては、 海外で送金される金額がたくさん増える必要性がある。つまり、提携されるところが増えれば増えるほど、リップルの価格は上がってくると考えることができます。じゃあ、現状、今、それができていないってことは、提携しているところが少ない、使っているところが少ないからって話になってくるんで、これからリップルが、えー、伸びてくる方法としては、さらに拡大する必要性があると考えられます。さて、ここまで話して、私がリップルどのくらいになるかって話ですね。先ほどしましたが、送金するときはリップル買って、 で送金受取側はリップルを売るわわわけけでですすから毎日は変わら変ないつまり、中の金額が増えれば、リップルの価格は上がると考えておりますので、それでは発表いたします。私はリップルいくらになるかと考えているかという話ですが、1万円ぐらいになると思います。1リップル1万円。えー、今30円ぐらいになって300倍ぐらいになるんじゃないかなと考えています。 333倍ぐらいでしょうかね。まあ、そのぐらいになると考えておりますので、えー、1リップル1万円になれば、それなりに金額を送ることができます。いやー、まあまあ、正直言って、私もいくつか紹介しましたけど、まあ、期待も込めてっていう話でさせていただいております。まあ、でも、それぐらいになるポテンシャルは持ってると思ってます。非常に期待したいと思います。リップル1リップル1万円ぐらいいく。 私はそう考えております。皆様はどのようにお考えでしょうか本日はですね、私が、えー、リップルの価格がこれくらいになるって予想しているっていう話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。